っと今ね、超モスクタのあやから頑張れ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 、ストライドは長いよ、もっと黒が今これ頑張って行け、1が逃げたように見えましたね。それは走り続け、速い、まっすぐお願いします。もっと今、バトン渡しとのコンビでピンクが見せやすかったと思いましたね。この差が激しくついています。いい黒、さあ1番目早い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 実況の友野くん、さえ渡っています。友野くん頑張れね頑張れ、水子水子頑張れ。さあ、スライド足を試すわ、それはもう時間がないけど、サイドと黒がいい勝負しております。頑張れ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 勝負頑張れよ。さあ、まず勝負は誰でしょうか。続いて取ったのは黒、はい、茶色、笑顔での第4レーン、チーム名フローラ D、 ゼッケンはオレンジ。まだ半分かよ。さあ、先ほど意外な展開を見せたピンク、ハハハハ。
っちゃカメラ目線で押してください。すいません、いきなりパターンを空っぽ始めた緑と紫。どうだろう、2人とも大丈夫。その後ろを走ってくる黄色。では行きます。我が力は普通だって。何で、あー、雪を早い、やはり気持ちは、はい、その何で転校してるか。池田くんの後が受けなく、いけカズちゃん、全然ダメ。1を取ったのは中学生。シマがどちらが早く来るか。よし、シマ。おお、坂速いじゃん。頑張れ頑張れ頑張れ。めっちゃ行こうだ。緑速い、しかしそれに食らいつく緑。超笑顔だから佐藤くん、ケイジ早い。今一覧の予想の結果は入る感じ。え、日傘くん早いんじゃない？緑は